ベーシストマッキーです。今日はですね、熊本の阿蘇の温泉からですね、今日は、ベース講座をやっていきたいと思います。どこのキーでも手癖でスラップを弾ける方法、手癖フレーズをですね、今日一つ教えたいと思います。これね、ペンタトニックをなぞるだけなんですけども、A の音ですね。4弦の5フレット、これ A の音。これがメインのキー。A のマイナーキーということで、もしあった場合、なんかベースなんか弾いてよって言われたときに、なんかスラップ、なんかソロ弾いてよみたいな言われたときに、これをね、使うとね、なんかっぽくなるので、皆さんやってみてください。これね、ペンタトニックスケール。覚え方としてはね、下にね、ペンタスラップっていう講座があるんでね、こういう5フレット、8フレット、5フレット、7フレット、こういう風にちょっと長靴ブーツみたいな形で覚えるって方法と、ポジションをね、ここを中心にしてブーツみたいな形で覚えるっていう方法と、あとこっち側に行って5フレット、3フレット、ここの3フレットも使えるんで、ここを Z、 テトリス Z の形にすると、これで覚えるといいということですね。で、これであとはね、ちょっとそれっぽくらしさを出すためにゴーストノート、こう左手で叩く左手のゴーストとか、右手で叩くこの右手のゴースト、こういう風にね、こういう感じでね、弾くといいかなと思うので、これをですね、ちょっとまずね、ルート音を一発目に入れとくと、で、ドッツドッツタドッツドッドッツってサムゴーストして、ドッツドッワってハンマリングを対応します。3フレット、5フレット、ドッツドッワツタッっていきます。ドッツドッワツタッ、で、弦飛び、弦飛びです。プル入れるんですよね。ここでツッツッ、ドッツドッツドッツでいくと、ちょっと派手さが、派手なフレーズが派手になっていきます。こういう感じでね、ドッツ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 、これはね、 R、 R、 L、 R、右手で叩いて、右手2発叩いて、左手で L 叩いて、もう一回いく、右手で2発、ツッツッタッツ、ツッツッタッツ、 R、 R、 L、R の形っていう風に弾きます。ツッツッタッツ、ツッツッタッツ、こう2つにね、ブロックで分けるといいですね。ツッツッタッツ、っていきます。これを速くすると、こんな感じですね。で、これね、今 A の4弦5フレット A の音 ばっかりですけど、これ場所変えてもいいです。で、そのまま使えます。4弦の3フレットの G の音からやっても、フレーズとして使えます。なんかコード進行の中でやってもいいですよね。感じでね、なんかね、こうスケールをなぞってみてですね、自分のオリジナルの、ベースフレーズを作ってみようという回でしたので、皆さん頑張ってみてください。ということで、ありがとうございました。ベースフレーズを作ってみようという、感じで
講座でした。みんな頑張ろう。ということでありがとうございました。さよなら。